あのね、一つ確認したいことがあって、それはマージのことなの。あれを使うと正確にはどうなるの？私にはやっぱりいまいちよくわからなくて、教えてもらいたいんだけど。そっか、やっぱりそういうものだったんだ。京介くんからちょこちょこ聞く話で、ある程度想像はできていたんだけど。マージが本当にそういうものだとしたら、私が口で言うよりマージを使ってもらった方が早いかもしれない。京介くんが人を殺したなんてことなかったってことがわかるよ。だってマージでそういう過去が出てこなければ、それはなかったってことでしょ。京介くん、細かいところは覚えていないんだね。罪悪感、京介くんがあの頃とは違ってるってすぐに分かったよ。けれどそれはエマちゃんとのことがあるからだとばっかり思っていて、罪悪感を抱いていたからなんだね。ごめん。まずはマージを使って、どんなによくできたタイムマシンだってありもしない過去へはいけないはずだから。納得できたら教えて。そうしたら全てを話すから。
あ、まただ。すぐ押しつぶされるよ。とにかく撃ちまくって。周り、みんな…諦めちゃダメだよ、お兄ちゃん。諦めたらそこで終わりだから。エマちゃんは強いね。大
切なものを守りたいなら強くならなくちゃ。私もみんなのことが大切だよ。来ちゃった。消えたの？京介だって。終わらない。絶対に変わらないよ。よく眠れた？千尋に聞いたわよ。早退したんでしょ？マージで眠っていたの？呆れた。重大な問題？重大な問題って何のこと？
それがマージとどう関係があるの？なるほどね。過去を変えるってことは当然過去を知ることも含んでいるんでしょうから。ええ、というかお兄ちゃんがどうしてそんな考えを持つに至ったのか、そっちの方が不思議なくらい。あの時お兄ちゃんが私に救いを求めてきてくれた、あの時本当に誰かを殺したんだとすれば遺体が残っていて叱るべきだわ。虫食いに飲み込まれていたから。あの時とは違うと思った、ユキエさんの時とは。完全に消えていた。それにその後トモ君も言っていたでしょ、逃げ出しちゃったって。追い詰められて最後に残ったのは私たち二人だけだった。あの白一色の世界に二人きり。私にとっては最高の一瞬だったけれど、けれどあんな世界でずっと生きていくわけにもいかないから。夕ご飯食べるでしょ。けれど変なの、お兄ちゃん落ち込んでいるみたい。殺人なんかあったはずないって知って喜んでいるかと思ったけど。